期限が迫るとパニックになるの対処法。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は釧路湿原からお届けしています。雄大な自然の中からお届けしておりますが、質問いただきました。ウニボックリさん、17歳男性。やらなければならないことがたくさんあって、かつ期限が決まっている時、努力をしていても常に間に合うのかという不安に襲われてしまう癖があります。どうしたら集中して取り組むことができるでしょうか。期限が迫ってですね、仕事がなかなか思うように進んでない時っていうのは、誰でもこういうふうに焦った状態とかパニック状態みたくなることっていうのがありますね。ただ私たちがやるべきことっていうのは、自分の今やれることに集中して、それを一つ一つこなしていくしかないわけですね。私の場合で言うと、例えば3日後にセミナーがあります、1枚もスライドを作ってませんって言った場合において、今日50枚スライドを作って、明日50枚スライドを作って、最後の日に全てのチェックと修正をしていくっていう風に計画を立てて、今日50枚スライドを作るんであれば、6時間で50枚スライドを作るとしたならば、1時間あたり10枚ぐらいのペースで作っていけば間に合うなと。逆に言うと、60分割る10だから 5,6 分で1枚のスライドを作らないと間に合わないなみたいなね、逆算して、まず今日やるべき仕事の量っていうのを決めます。さらに今日1時間あたりどれだけのことをやるのかっていうことを細かくトゥードゥーリストを決めていくわけですね。そうなってきた場合において、今からの1時間で自分はどれだけのことをこなすのかっていうと、あるいはここのページのこういう内容をやるとか、きちんと今ここ1時間でどれだけの作業をすればいいのかってことをきちんと割り出して、それさえこなしていれば必ず終わるっていう部分の限界点というか、時間あたりの目標みたいのをね、きちんと割り出します。そうするとそれさえこなしていれば最後まで間に合うわけなので、なんとかそれをこなせるように、今この一瞬一瞬に集中して仕事のパフォーマンスを上げるということです。パニックになるっていうのは脳のキャパシティを超えてるんですね。脳のキャパシティを超えると脳のパフォーマンスっていうのは著しく低下します。だからあなたはパニック状態になっちゃったら50の仕事しかこなせないので、逆にもっと間に合わなくなってしまいますね。だから先のことは考えずに、今ここ1時間だけとりあえずこの作業を終わらせる、次の1時間はこの作業を終わらせる、次の1時間ではこれこれこれをやるっていう風にして、今この一瞬とせいぜいここ1時間ぐらいの自分の仕事内容に注目できる。そうすることによって、あれもこれもって考えないで、今ここをやるしかないからこれをやっていこうっていう風に考えられる。一朝一夕にできるもんじゃないんですけども、考え方としてはそういうことで、とにかく先のこととか明日のこととかは絶対考えないということですね。逆算していけばいいのですから、今1時間だけのやるべき仕事の内容に集中することで、 100% あるいは 120% のこのパフォーマンスのが生まれてきますね。だから作業工程みたいのをできるだけ細分化して、今日はここまで終わってれば安心だねっていうラインを割り出して、そこに作業に集中していく。今日に集中し、ここ1時間に集中し、そして今に集中するということですね。とにかく先のことを考えるから人間って不安になるんですよ。だから先のことは考えないで、今日のこと、ここ1時間のこと、今やるべき作業にとにかく徹底して集中していけば、集中力は高まり、結果として期限通り終われるということに、ね、なりますね。あとやるべきことをきちんと書き出すってことも重要で、あれもやんなきゃなんない、これもやんなきゃなんないってことを頭の中に置いていくだけでも、頭の脳のキャパシティというのはものすごい消耗して、あなたのパフォーマンスは 30% 50% も減ってるわけです。ですから脳の中にあるものをできるだけ外に出して、紙に書いたりして、きちんと書き出して、頭の中はクリアな状態にして、今やるべき作業に集中していく。それがパニックを起こさない。パニックっていうのは脳のキャパシティオーバーですから、脳の中にあるものをどん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 外に出していく。そういうことによってですね、期限が迫ってきたり脳がパニックになったりすることを防ぐことができますので、ぜひそういう仕事術、今ここに集中するで、ね、仕事術というものをやっていただきたいなと思います。精神科医が教えるストレスフリー超大全、ぜひこの本であなたのストレスフリーを実現してください。全国の書店で絶賛発売中。